I could cry salty tears. Where have I been all these years? Little while, tell me now, how long has this been going on? There were chills up. ありがとうございます。本日は鹿児島ジャズフェスティバルウィンターセッション2021にお越しいただきまして誠にありがとうございます。そして YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。どうもありがとうございます。クリスマスイブですね。いよいよ今夜鹿児島ジャズフェスティバルラストナイトとなりました。クリスマスイブをカゴジャズでこうして皆さんとご一緒できることをとても嬉しく思っております。司会の柳幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ファーストステージへと参りましょう。出演アーティストをご紹介いたします。ドラム、香月博文さん。ベース、伊地知大輔さん。ピアノ、若井優也さん。ボーカル、本郷さと子さんです。それではどうぞ。And a way to
皆さんこんばんは。鹿児島ジャズフェスティバルウィンターセッションお出かけいただきましてありがとうございます。初出演となりましたトップバッター、本郷さと子と申します。今日は皆さんの、たくさんこうお話しして皆さんの笑顔が見たいんですが、やっぱりマスクで見えません。なので少しでも長く音楽で楽しんでいただけるように、お話短めでお届けしていきたいと思います。まず1曲目にお送りした曲はジョン・コルトレーンの愛した女性の名前がタイトルになってます。ナイマという、女性の名前なんですけれども、お届けしました。そしてもう1曲、これもボーカリズといいますか、もともとはインストだったものに歌詞がついたというそんな曲です。もう引退を宣言してしまいましたキース・ジャレットのカントリーという曲があるんですけれども、その曲に歌詞を、北欧の女性がつけて、そうすると So Reminding Me というタイトルになります。歌詞の中では So Reminding Me の後に I Love You という歌詞がついてるんですけれども、いろんな何気ないものがあなたへの愛を思い出させてくれるというとても温かい、歌詞になってます。キース・ジャレットがそれを望んだかどうかは分からないんですけれども、今日はこの素晴らしいトリオでお届けしていきたいと思います。 So Reminding Me。Sunshiny day takes the time I want the carpet. How long clumsy arms reach by me blindly, so reminding me of just how much I love you. Your smile that we see me laughing, your long clumsy arms reach by me blindly, so reminding me of just
just how much I love you. Should I strip the sheets away, welcome in a brand new day. Oh, just waiting, breathing slowly, waiting for another way. They're the place I need a guide to, in your hands so far gone that I can breathe. So reminding me of just how much I love you. Oh, I know some days bring rain, broken for a sense of face. I can't always be this perfect. ありがとうございます。 So reminding me、キス・ジャレットのナンバーからお届けしました。そしてここでクリスマスの曲を一曲お届けしてみようかと思います。本当にたくさんのクリスマスソングがあります。そして12月1日から歌い始めたクリスマスソングは12月の26日にはもう譜面は閉まって来年まで出てこないというそんな、曲がほとんどなんですけれども、私はたまに1月になっても歌ってたりするんですけども、本当にたくさんのいい曲があります。何にしようか迷いましたが、今日は Have Yourself a Merry Little Christmas という曲をお届けしたいと思います。どうぞいいクリスマスを過ごしてねというそんな歌詞の内容になっております。いろんなトラブルはどっかに行ってきっと素晴らしい一年になるでしょうというそんな曲、
お届けしたいと思います。 Have yourself a merry little Christmas. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our trouble will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your trouble will be miles together. If the fates are low, hang a shining star on the highest bough, and have yourself Christmas now.
through the years, we always be together. If the fate alone, hang a shining star. ありがとうございます。メリークリスマス。今日は本当クリスマスイブなんですよね。なんか、毎年ハロウィンが終わると11月1日からクリスマスツリーが出て、なんかこうクリスマスの期間がこうだらけてしまうというか、いつもなんかクリスマスムードを味わえないでいますが、皆さんは素敵なクリスマスをお迎えだと思います。この後も素晴らしいミュージシャンがたくさん出てきますので、ごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。私あと残すところ1曲なんですけども、ちょっとその前に素晴らしいメンバーを紹介したいと思います。あれは十数年前でしょうか、大塚にあるライブハウスですれ違ったオンドラムス勝木博文。ちょうどその時に勝木さんは活動の場を九州に移すということで、本当すれ違っただけという、はい、こうやってまた共演できてとても嬉しいです。そして昨日のギターの布川さんがおっしゃってました、カゴジャズは出会い系ジャズフェスティバル、一期一会を大事にしてどんな組み合わせがなるかこう分からないということで、初めましてということで、オンピアノは若いゆうや。そしてオンベース、なぜ最後にしたかというと、これが理由がございます。ある六本木のジャズクラブでした。若手のミュージシャンになぜか私がブッキングされて、ちょっと居場所がない感じだったんですけれども、本当に若いピアニストの子で、そして彼がいたんですね。で最後のステージでメンバー紹介の時にオンベース伊地知大輔って言った後に、なんかまるで鹿児島みたいな名前だねって言ったら、ステージの上で伊地知君が鹿児島ですよって言うから、あんたどこねって言ったら、鹿屋ですよ、鹿屋のどこねって言ったら、ことぶきということで、うちの兄ちゃんもことぶきだよっていう話をしたんですけれども、なんと渋志高校だそうです。ビンタのよかこです。オンベース伊地知大輔。なんかやっと鹿児島弁を喋って落ち着きました。このネタを言うためにずっと共通語を喋ってきたんですけれども、なんか喉が渇いて。それでは私の最後の曲になります。バーブラ・ストライザントという人がいるんですけれども、バーブラ・ストライザントの映画の中からです。ある晴れた日に永遠が見えるという曲をお届けしたいと思います。 On a clear day。 On a clear day, rise and look around you.And you see who you are. On a clear day, how every astound you that the glow of your being
I'll shine every star. You feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near words never had before. On the clay all day, on the clay all day, you can see forever and ever. See who you are. How a clear day, how every instant you, that the glow of your being outshine every star. You feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a word never had before.
と客席との距離が一気に縮まって会場がこう一つになったような気がいたします。さあ次のステージに進む前に、お願いがございます。本日は会場内での声援をお控えいただいておりますが、その代わりにどうぞ心からの温かい拍手で応援に変えていただきたいと思います。そして皆さんのお席両隣にセゴドン西郷さんのイラストがあるかと思います。こういったイラストなんですね。ここはおいどんの席でごわすといったイラスト、とても可愛いんです。こちらあのツンの絵柄を着た着物を着ていますけれども、このイラストは昨日出演してくださいました市原ひかりさんがデザインしたものです。本日はお持ち帰りいただけます。また受付でも配布しておりますので、ご希望の方はどうぞお声掛けくださいませ。それでは次のステージの準備が整いますまでしばらくお待ちください。
I could cry salty tears. Where have I been all these years? Little while, tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurt. I know how Columbus felt finding another world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. お待たせいたしました。それではセカンドステージをお届けいたします。出演アーティストをお呼びしましょう。ドラム、森永哲則さん。ベース、本川雄平さん。ギター、井上芽衣さん。ボーカル、和田明さん。それではどうぞ。Very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and that day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. Anytime I go on, but oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay. It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and that day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. Anytime may go on, but oh my dear, our love is here to
皆さんこんばんは、今日はお越しくださいまして本当にありがとうございます。まずは素晴らしいメンバーを紹介させてください。オンギター井上芽衣、そしてベース本川雄平さん、ドラムス森永哲則さん、そして私鹿児島出身なんと2年ぶりに帰ってこれました和田明と申します。どうぞ最後までよろしくお願いします。今日は本当に久しぶりの鹿児島、そして、なんとドラムとベースの方が入っての、バンドスタイルでのライブ演奏ということ自体がですね1年半とかそれぶりでございます。1年半ライブやってなかったわけですから、もう初めてやるのと一緒ですこれは、ね、言ってしまえば、皆さんこの和田明の自粛明けのライブなわけなんですけど、ぜひ最後まで楽しんでいっていただけたらなと思います。1曲目は Our Love is Here to Stay という、俺たちの愛は永遠にここにあるんだよという、ずっとここにあるんだよというご機嫌なナンバーをお届けしましたけれども、2曲目はですね Skylark という曲をやってみたいと思います。これは直訳するとひばりというタイトルになります。鳥のことですよね。この曲はですね、僕がアルバムでよく演奏していたりよくライブでもやってたんですけれども、ちょっと今回歌詞を見ていたらですね、あまりにも今の近況と重なり気持ちが重なりまして、ちょっとアレンジし直してやってみたくなった曲です。僕の探しているものがどこにあるかわからないけど、もし見つけたら、あなたの翼と一緒に飛んでいくからそれを見せてねという曲なんですけど、ちょっと羽ばたくつもりでやってみたいと思います。カイラーク聴いてください。よいしょ、じゃあバンドにします。Do da ba do ba do da ba ooh do da ba do da do ba da 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 sky。Say to me, won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Oh, 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 skylark, have you seen a valley green?
with spring, where my heart can go a journey over the shadows and the rain to a blossom covered lane. And in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as a willow the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy, a serenade in the moon. Oh, sky.
my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Won't you lead me there? Oh yeah. Oh, ございます。お帰りしましょう。お帰り、お帰りしましょう。お帰りしましょう。お帰り、うん、お帰り、ありがとうございます。スカイラークお届けいたしました。ここでですね、一曲僕が書いた曲をぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思います。ありがとうございます。鹿児島ジャズフェスティバルというのは、いろんなミュージシャンの方たちがですね、初めての組み合わせでやるっていうのが一個のこの楽しみ方の一つなんですよ。だから今日この4人でやるのも初めてのことなんですけど、どうですか、息は合ってますか僕たち。ありがとうございます。このメンバーでやってみたらむちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思って持ってきた曲があります。鹿児島の方だったらもしかしたらどこかで聴いていただいたことがあるかもしれません。ただいまっていう曲ですね。ありがとうございます。おかえりという曲があるんですけれども、あれを今日はですね、この4人でやってみたいと思います。題名はおかえりと言います。ぜひ聴いてください。ただいまおかえり、小さい頃教わった言葉、今日も聞こえてくる、時を待ってるいろんな人がいて、いろんなことを言うよね。全部受け止めてくれる場所がある、温かい食事、たわいのな愛は、ふかふかのベッド、大切な家族、他に何がいるだろう、他に何が、さあ帰ろう、待ってる人がいる疲れた顔でもいいから見せてあげよう、今日も聞こえる幼い頃教わった
音楽隊の上メイありがとうございますありがとうございます。皆さん今日は12月24日でございます、ね、クリスマスイブでございます、ね、クリスマスイブのクリスマスにちなんだ曲を1曲やりたいと思います。サンタが街にやってくるですね、あれをジャズアレンジしてやってみたいと思います。かなりクールになってると思います。ぜひ聴いてください。 Santa Claus is coming to town という曲です。You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to townOh, thank you. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Yeah. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So forget for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.Santa Claus is coming to town. ありがとうございます。早いものであと1曲となってまいりました。僕たちのライブでございます。最後はですね、This Masquerade という曲を最後にやらせていただきたいと思います。
今日久しぶりに、鹿児島に帰ってこさせていただいて、こんな素晴らしいメンバーの方々と一緒に演奏できて本当に嬉しく思います。どうもありがとうございました。この後もどんどん素晴らしい出演者の方出てきますから、最後までどうぞ楽しんでいってください。では最後に This Masquerade という最後に This Masquerade という曲聴いてください。Are we really happy here with this lonely game we're playing? Looking forward to saying, searching but not finding, understanding anywhere. We're lost in this masquerade.Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. To try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we're playingThoughts of living disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand that reason that we carry on this way, we're lost in this masquerade.
聞かせていただきました。もうワクワク楽しくてもう幸せですね。本当にありがとうございます。それではこれより20分間の休憩に入ります。おタバコなどでお外に出られる方は再入場の際はこちらのオフィシャルプログラムが必要となりますので必ずお持ちになって出かけるようにしてください。なお公演終了後は規制退場となります。3つのブロックで規制退場をご案内いたしますので公演終了後はお席でお待ちくださいませ。また先ほどもご案内させていただきましたがお席にございます、お席両隣にございますセゴドンの西郷さんのイラストはお持ち帰りになってくださいませ。なお入り口でも配布しておりますのでどうぞお声掛けくださいませ。それでは次のステージまでしばらくお待ちくださいませ。
Thank you.
待たせいたしました。続いてのステージでもどうぞ声援の代わりに温かい大きな拍手で応援をお願いいたします。続いてはピアノデュオでお届けいたします。ピアノ若井優也さん、ピアノ片倉真由子さん、それではお願いいたします。Thank you.
音ピアの若井優也、片倉真由子、どうもありがとうございます。今お送りしたのは、セレニティという、ジョー・ヘンダーソンの作った、曲を、お送りしました。ピアノ2台で、演奏するというのはなかなか、あんまり私たちも普段あることではないので、しかもこう並んでっていうのはまたもっとさらに珍しいので、今日は大好きな、若井君と、一緒に演奏ができて大変幸せに思います。もう一曲、ステロニアス・モンクの作ったエビデンスという曲を演奏したいと思います。Thank you.
どうもありがとうございました。若井優也、片倉麻衣子でした。ありがとうございました。ありがとうございました。心と呼吸とがもうぴったりと合った素敵なピアノデュオでしたよね。本当に素晴らしい演奏を聴かせていただきました。さて、このあと続いてがラストステージとなります。その前に、帰省退場のご案内をさせていただきます。本日の公演終了後は帰省退場となります。前方ブロック、中央ブロック、そして後方ブロックと3つのブロックに分けてご案内いたします。公演終了後はお席でお待ちくださいませ。いよいよ次のステージがラストステージとなります。準備が整いますまで今しばらくお待ちくださいませ。I could cry salty tears. Where have I been all these years? Little while, tell me now, how long has this been going on?There were chills up my spine and
some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurt. I know how Columbus felt finding another world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake, how long has this been going on?続いてはラストステージとなります。アーティストをお呼びいたしましょう。ドラム、マセキユウトさん。ベース、鈴木よしおさん。ピアノ、片倉真由子さん。テナーサックス、鈴木久嗣さん。トランペット、村田千尋さんです。それではどうぞ。
皆さんこんばんは、元気ですか？ありがとうございます、鹿児島といえば鹿児島ジャズフェスティバルですが、今日は最終日でこれが最後のバンドの演奏になります。最後までぜひ皆さんごゆっくり楽しんでいってください。それではメンバーを紹介したいと思います。オンサックス鈴木久次、ピアノ片倉真由子さんです。オンベース、大先輩です、鈴木芳生さん。そしてドラムス魔石優斗、トランペットは村田千尋でお送りします。ただいま聴いていただいた曲は、デューク・ピアソンのジニーンという曲でした。久次さん、次の曲は何でしょう？いきなり振るんですね。こんばんは、作鈴木久次です。僕自身は鹿児島をさっき調べてみたら、ちょうどこの宝山ホールでちょうど3年前の12月に、はい、ここで演奏してました。それからね、ちょっと情勢もいろいろ悪くなったりとかしてなかなか来れなかったんですけども、今日は久しぶりに、ここの場所にまた来れて、そしてたくさんのお客さんにも来ていただいて本当に嬉しく思っております。今日はどうも最後までゆっくりお楽しみください。ではありがとうございます。ホレス・シルバーのバラードでピースという曲をお送りします。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。もう一回メンバーを紹介したいと思います。サックス鈴木久嗣、
オンピアノ片倉真由子、オンベース鈴木義雄、オンドラムス正木優斗、トランペット村田千尋でお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に極上のひとときをお届けくださいました。音楽っていいですね。ジャズ愛、鹿児島愛とたくさんの愛にあふれていますこの鹿児島ジャズフェスティバル。鹿児島ジャズフェスティバルのラストといえばもう皆さん、はい、今ちょっと拍手も聞こえましたけれども、そうなんです、フィナーレステージなんですね。はい、ありがとうございます。本日出演したメンバーが勢ぞろいしてフィナーレを飾ってくださいます。すでに素晴らしい音楽のギフトをたくさんいただいておりますけれども、フィナーレのセッションはさらにスペシャルなクリスマスギフトになるんじゃないかなと私自身もとても楽しみにしております。フィナーレセッション聞きたいという方、大きな拍手でお知らせください。ありがとうございます、ありがとうございます。YouTube のこの向こうからもたくさんの拍手が聞こえているような気がいたします。さあ、この鹿児島ジャズフェスティバル4日目となりましたけれども、ここまでのお時間皆さんいかがだったでしょうか。もう皆さんね、マスクをつけていらっしゃいますけれど、マスクの下すごく大きな笑顔をしているような、そんな気がいたします。最高のクリスマスイブを過ごしているような気がしますけれども、いかがですか。本当に幸せな時間を共有できてとっても幸せです。さあ、準備が整ったようです。それではお待たせいたしました、鹿児島ジャズフェスティバルウィンターセッション2021フィナーレです。
Thank you.
付き合いいただきまして本当にありがとうございました。そして鹿児島に集まってきた くださった素晴らしい、皆さんどうぞ
アーティストの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。このコロナ禍で、去年は無観客の、配信イベントとして鹿児島ジャズフェスティバル開催しまして、今回は、野外ではちょっと難しいということでコンサートホールでの開催ということになりました。本当に、実行委員会の方々、そして、スポンサーの皆様、そして、最後までこうやって会場で応援してくださった方々、そして出演してくださった素晴らしいアーティストの皆様のおかげで、今年も鹿児島ジャズを、無事に成功することができたのではないかなと思っています。来年以降はこのコロナが落ち着いてまた野外でゆったりと芝生に転んだりとかビール飲みながらとか、気楽に楽しめるジャズフェス、かつオーセンティックなジャズをお届けできるジャズフェスを目指してまた来年以降も頑張っていきたいと思いますので、今後もカゴジャズをどうぞ応援していただけたら嬉しいなと思います。最後まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ皆様今日一番大きな拍手をどうぞお送りくださいませ。本当に最高の夜になりましたね。ありがとうございました。たくさんの皆さんが大きな拍手、そして手を振ってくださっている方もいらっしゃいます。そして YouTube をご覧の皆さんもどうもありがとうございました。